おはようございます。おはようございます。今日はですね、利尻島2日目です。はい、もうこの天気どうですか、ゆりえ。いや、最高ですね。最高ですね。もうその奥にね、うん、礼文島ですよ。ちょっと見えてますね。綺麗ですね、本当に、ね、今日はですね、自転車です。自転車で利尻島を回りたいと思います。もう利尻島の空気を感じながら、はい、いろいろと満喫したいと思います。はい、はい、来ましょう。稚内の西側に浮かぶ島、利尻島。島の周囲はおよそ60キロ。車なら1時間ほどで一周できる大きさ。前回ウニ取り体験や雄大な自然を楽しんだ2人。今回のキーワードは自転車。島の中はサイクリングロードが整備されており、実は自転車は利尻島を楽しむためのベストアイテム。自転車で巡る利尻島は出会いがいっぱい。これなんだ、これ何これ。ミルピス。ミルピス、うちで作ったの。ええ、ですか。そうです。本当に海の香り満載ですよ。そして自転車でしか行けない絶景スポットも。わお。そこで待っていた景色とは、自転車で楽しむ利尻島満喫ツアー後編。